ンドロメダの献身。第七の球天秤球において聖夜たちは氷の棺、しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊氷河を助け出す方法はないのか。突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールド、なぜライブラのクロスか俺たち。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。何、クロスの一部が分解してシリウ。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、そして正しいことのために使うと、昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持った。すごい、全てが一振りで星も砕き。よし、このソードを使わず今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの間。やった、水蒸気溶かしてどんどん消えていくぞ。シリュウが一閃しただけでなんという剣の威力だ。氷河、しっかりして氷河。体が氷のように冷たい。心臓もと早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人。わかった、じゃあ俺たちは先へ。氷河のことは頼んだぞ。シュッ、僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって人を倒すためではなく人を救うために燃やすコスモが、僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。ミロとの対決。第8の球伝達球へ突入した聖夜とシリュウ、身構える間もなくシリュウはミロの技で動きを封じられ、ここまで来た以上もはや戻ることも進む。ブロンズセイントの意地、さあ選べ。ラウンドワンファイト。リフトリクション。体が動かない。まるでサソリが獲物を死への恐怖で居すくめてしまうような。気をつけろ、お前たちに残された道はまだ一つ、ミロの餌食になることだけだ。終わり。どうした、これがお前の渾身の技か。このミロという男、今までのゴールドセイント、マサルとも劣らぬ強さ。何かしたのか。しかし俺だってゴールドセイントと互角に戦えるほどにセイントに目覚め始めている。まだまだ。バカな。ペガサス、何かしたのか。終わりだ。
何かしたのか。自分を信じるのか。燃えろ。俺の究極のカズマよ。セイヤと確かにお前はセブン戦士に目覚めつつある。だが、これだけは教えておこう。セブン戦士に目覚め始めた者と常に備えている者との間には予想以上に大きな隔たりがある。無駄な抵抗をまだ分からんのか。ペガサス、だらけだな。ミロの実力が。黙れ。何かしたのか。ペガサス、ペガサス。ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。これが俺の実力だ。受けろ、スコーピオンの牙を。スカーレットニードル。なんだ、まるで他愛のないとは言うまい。この手だが、ブロンズセイントはこの二バカだ。お前はキング氷河、蘇ったのか。ああ、旬が自分の命を凍りついていた。さあ立て、二人とも。そして夢だな、貴様たちが今日。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉に。何、この結晶は。カリツォ、ミロ、今度はお前が。セイヤ、シリュ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺、男の勝負に言葉は。ラウンドワンファイト。勝士な程度の実証で私の力を完璧に封じ込めたつもりか。別オーラさんだ。聖夜君は変化するのさ。おとなしくしてもらいたかった。何かしたのか。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る十二重を突破できる。本気で思っている。できるかどうか。何かしたのか。最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のこそそれを可能に変えてみせる。オーロラさんだ。アンサレス、アーレットニードル。オーロラさんが終わりだ。くらえ。バカな。アーレットニードル、ダイヤモンドガット。今日その程度か。この戦いを終わらせるには君を殺すしかないようだ。オーロラさんが。ラウンド2ファイト。アレットニードル、ダイヤモンドガット。バカな。アンサレス、終わりか。どれだ。何かしたのか。スカーレットニードル。前、発動よ。スカーレットニードル、アンサレス。終わりだ。どれ。
さすがは水と氷の魔術師。何かしたのか。神の教えを継ぐだけのことはある。ここまでの空気を操れる人。あなた前発行よ。ダイヤモンド脱走。ならば見せよ。この氷河の闘気の高まりを。そしてこの剣で倒れてもらうぞ。見ろよ、これがキグナスの本当の力だ。ダイヤモンド脱走。オーロラタンダーアタック。オーロラタンダーアタック。その程度か。スカーレットニードル。ダイヤモンド脱走。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。やった。ミロコ。この程度の闘技では通用しないと。バカな。これは俺の体に。そうだ、そこから血とともに。ならばその前に見ろ。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には。何、神羽の気持ち。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚め。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。神羽、そうだったのか。神羽に免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び。余計なお世話だ。見ろ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、この氷河にとって今この時代に生きて、辛くとも苦しくとも熱い氷河。そうだ、たとえ五感全て失われようと。このキグナスの翼が。この戦い、グラウンドワンファイト。神羽、命を賭して戦うことこそがセイントとして生きた証だ。やはり氷河にとどめを刺すことでそれに応える。何かしたのか。オーロラサンダー、アタック。氷河を真のセイントと認めたから。神よ、氷河よ、何かしたのか。命を助けるというのは侮辱になる。平成堂々と戦う。君の命を全力で奪う。来い、見ろ。ノイシストの前に進む。アテナのため、何かしたのか。スカーレットニードル、アンタレル。オーロラサンダー、アタック。何かしたのか。終わりだ。前発狂よ。終わりだ。オーロラタンダーアタック。何かしたのか。ダイヤモンドラッド。スカーレットリードルアンタレス。ダイヤモンドラッド。ラウンド2ファイト。終わりだ。バカな。スカーレットリードルアンタレス。
何かしたのか。ありそう。終わりだ。何かしたのか。前、白鳥よ。ダイヤモンド脱走。降りつけろよ。これがキグナスの本当の力だ。ダイヤモンド。何かしたのか。無駄だ。オーロラサンダーアタック。終わりだかい。オーロラサンダーアタック。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜く。勝負あったな。氷河、君が望んだ通り正々堂々。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に急所であゴールドクロスをまとっていなければ。意識を失っていながら、氷河、君は残された数分の命を、ああ、このブロンズセイントたちが守る木戸沙織。今、血止めの新王天をついた。これで死血とともなぜ。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか。